ギターを弾けるようになりたくて初めては見てもコードは難しいし指は痛いしと壁が多くて続けていくのはなかなか大変です。今回のスレのイッチさんはギターを始めて3ヶ月経ったようですが、はい、ギター3ヶ月目、やっと少し面白くなってくる。少し面白くなるまで2時間かかりすぎやろこのコンテンツ。そら流行らんわこんなん。そこから無限に面白くなる神コンテンツやぞ。基本的な操作ができるようになるまでひたすら基礎練やからな。どんなに上手くなろうと一生基礎練なんだよな。おめでとう。よく3ヶ月続けたな。それだけで才能あると思うわ。ワイは20万で買ったギターも納期の肥やしにしてる。ウクレレで指の動き覚えてからギター行くのがいいって100回は言った。いきなりギターはむずい。最初練習って何をやったらいいのかわからんかったんやけど、ぶっちゃけ一生ドレミファソラシドと隣接のフレットをうねうねさせるやつ繰り返してるとどんどん上手くなるよな。指が脳の移動日に動き始めると面白くなる。それまで沸かす。最初の1ヶ月こんなに思んなかった記憶しかない。コードチェンジすらまともにできないし、難しすぎて1ヶ月で飽きてきてしまったわ。モチベージできる人はようやっとる。アコギなら知らんけど、エレキならパワーコードで弾ける好きな曲探すのがいい。それならコードチェンジなんてヘでもないし、基礎練だけやれるやつはまれ。楽器でもそれこそスポーツでも、基礎練習はただひたすら辛いものです。でもイッチさんが3ヶ月経って面白くなってきたというように、その先には楽しいことが待っているはず。そう思って辛い期間を乗り越えられたらいいのですが、このチャンネルでは音楽系スレの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。